皆さんこんにちは。今回は違う漢字探しです。たくさんの漢字の中に一つだけ違う漢字が紛れ込んでいるので、20秒以内に探し出してください。それでは早速やってみましょう。1問目です。龍という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに軸という漢字がありました。これは見つけやすかったですね。それでは次に行きましょう。2問目です。弦という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに害という漢字がありました。この弦という漢字はつぶやく、小さな声で独り言を言うなどの意味を持つ漢字ですよ。3問目です。今日という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにこうという漢字がありました。いかがでしたか。次もしっかり見て見つけてみてくださいね。4問目です。字という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう。終了です。答え合わせです。ここにはいという漢字がありました。このはいという漢字はほうき星、彗星を表す漢字ですよ。それでは次に行きましょう。5問目です。枠という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう。終了です。答え合わせです。ここに卒という漢字がありました。たくさんの漢字の中から見つけるのは集中力がいりますね。向きも大きさも変わりましたが、見つけることができましたか。6問目です。猫という漢字です。違う漢字はどこでしょう。終了です。答え合わせです。ここに描くという漢字がありました。7問目です。やという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに質という漢字がありましたね。見つけることができましたか。8問目です。聖という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう。
終了です。答え合わせです。ここに関という漢字がありました。いかがでしたか？問題はあと半分ですよ。集中してよく見てくださいね。9問目です。歳という漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに鉄という漢字がありましたね。10問目です。瓶という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに連という漢字がありました。11問目です。単という漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに円という漢字がありました。制限時間内に分かりましたか？12問目です。骨という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここにそうという漢字がありました。問題はあと3問です。正解を目指してよく見て見つけてくださいね。13問目です。徳という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに旧字体の徳という漢字がありましたね。14問目です。灘という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに単という漢字がありました。この灘という漢字は波が荒く航海の難所となる海という意味で、単という漢字は開く緩やかなどの意味を持つ漢字です。似ていても意味は真逆ですね。最終問題です。枠という漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに書くという漢字がありました。今回は何問正解できましたか？最後におまけの問題です。10秒で違う漢字を探してみてください。終了です。見つけることができましたか？これは以前の動画で紹介した問題です。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
漢字探しのこの動画は地の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。